皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の3月の14日木曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、日本時間の夜の9時11分ということで40分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本の諸悪の根源ナンバーワンは、全ての予算権、括弧予算編成権、予算分配権、予算遂行権、予算決算権を国会ではなく自民党政権の政治家と財務官僚が独占していることであると。これが今日のメインテーマです。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2737回目ですね。ツイキャステレビの一元放送ということで、現時点で音声も映像も問題なく流れているということですね。ということで今日の木曜日の放送を始めたいと思いますけど、最初最新のお知らせで、これはずっとご案内してますけど、ネット勉強会のご案内ということで、今月30日ですね、土曜日午後3時から5時にかけて第19回のネット勉強会を開催し、ライブ中継しますということで、前回から始めましたけど、今回も最大5名様の参加者を一般募集するということです。で、今回の第19回目のネット勉強会のテーマはですね、アベノミクスとは一体何だったのかということを正面から取り上げるということですね。それで、まあパネラー、私と天野元康さんと大津恵子さん、この常連のですね、第1回目からずっと続いている常連の3名プラス、参加者最大5名様で、行いたいということで、場所は前回と同じ喫茶ルノワール新宿区役所横店2階の3号室、定員8名のところですね。これは新宿の区役所の裏手にある、あの大きなルノワールの喫茶店の2階です。で、参加者、一般の参加者の方、ぜひ参加したいということであれば、前日までに私宛てのメールを参加希望ということでお知らせください。参加費はお一人様ドリンク込みで1000円をいただきたいということで、申し込み、事前の申し込みのみで当日参加の飛び入りはお断りするというふうにしたいと思います。ぜひふるってご参加くださいと。ネッコ勉強会ですね。ルノワール。テーマはアベノミクスとは一体何だったのかとこういうことですね。パネラー3名プラス参加者を募集しますんで、私宛にメールで、ご連絡くださいということですね。それで、事前申し込みのみで当日参加は受け付けておりませんとこういうことです。
ということですね。そして今日の画像ですけど、今日は一件のりで、今日のメインテーマの中で取り上げますけど、まあ、私が作成したですね、比較リストというものを今日作ったんですね。でこれはまあずっと朗読しています日本が自滅する日と石井浩樹さんの本の中の第、2章かな、第2章の第1節、日本は完成経済の国だという中の GDP に占める公的需要は極端に大きいと、この文章を ここに書かれている、主要先進国のですね、いわゆる名目 GDP に対する国家予算の規模の割合を図表化したんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、で日本は異常なんです。でこれはまあ日本ですね、それからフランスから英国、ドイツ、そして最後は米国と、この主要認識5カ国の名目 GDP、 これ円で、これはまあ石井浩樹さんのこの部分に書かれている数字なんですね。そしてアメリカだけが書かれてなかったんで、これはまあ最新の2018年の数字を私の方で調べて追加したということなんですね。で要するに名目のその国の名目 GDP に対して国家予算の額はどのぐらいの割合になるかということなんですね。で日本は異常なんですよこれ。1999年当時ですね、もう20年ぐらい前の数字ですけど、当時で510兆円が名目 GDP だったんですけど、国家予算の額がですね、実に350兆円と、これは今日のメインテーマそのものですけど、一般会計、これが当時は60兆円。そして、裏帳簿の特別会計が200兆円。そして地方支出が90兆円ということで、全部合わせると350兆円なんですね。ということは名目 GDP、510兆円に対して350兆円の国家予算ということは、割合が68.62% ということなんですね、日本の場合は。で例えば他の国、フランス163兆円の名目 GDP に対して国家予算の規模は 31.3 兆円ということで 19.01%。 からイギリス、英国、これが164兆円の GDP、名目 GDP に対して国家予算規模が 45.6 兆円、割合で 27.8%、80% ということですね。そして、次に、ドイツ、ちょっと揺れてて見えないかもしれない。これドイツですね。名目 GDP 240兆。それに対して国家予算規模40兆ですから 16.66% と。そして、アメリカの最新2018年、GDP 名目2256兆円、国家予算492兆円、21.80 と。いうことで、日本以外のいわゆる主要先進国の割合は軒並み19とか20、27、これが一番、英国ですかね、英国が 27.80 と、ドイツが 16.66、
アメリカは 21.8 ドルと、日本が異常に多いと、 68.62% と GDP の。なぜかというと、一般会計60兆円それと地方90兆で150兆円本来だったら裏帳簿の特別会計っていうのが他の国はないんですね。ですから日本でも特別会計がなければ150兆円ですから、510兆円に対して150兆円ですから 30% ぐらいということで、他の先進国、主要先進国とほぼ同じぐらい、多少高いですけど、なんですけど、この裏帳簿、特別会計の200兆円というのが日本を完全に完成経済国家にしているとこういうことなんですね。このリストを見れば一目瞭然であるというのが今日のメインテーマの肝なんですね。ということで、です。今日の画像ですね。主要比較リスト、主要先進国における国民総生産名目 GDP 額に占める国家予算額の割合と、1999年と米国のみ2018年と。これはこういうことを比較すればですね、日本が異常なほど完成経済国家だとこういうふうになことが分かるんですね。ということで、皆さんからのコメント、フルムーンさん配信ありがとうございます。やはり国会審査が及ばない特別会計が一番の大問題です。まさにそうですよ。だから安倍晋三がこの6年間7年間で150カ国以上を自分の乗用車代わりに専用機を使って財界人を引き連れて各国に訪問してですね、総計120兆円以上のばらまきをした。その原資は一体どこから来るかというと、一般会計じゃないですね、特別会計から出してるんですよ。だから諸悪の根源のナンバーワンはこの闇に、暗闇に完全に隠されてる特別会計の存在なんですね。こんなものは即座にやめさせるべきなんです。廃止すべきなんですね。一般会計に繰り入れるんじゃなくてやめるんですよ。もう200兆円なんていうのは、ということですね。フルムーンさん、お茶バック10ですね。シカゴさん、GDP62% は特別会計の異常ということですね。日本が自滅する石井幸喜さんのこの該当箇所ですね。日本は完成経済の国だと。そうなんですよ。だから完成経済の国だから民間経済が圧迫されるとこういうことなんですね。それから砂ずきんさん、今日のメインテーマリツイートしてくれましたね。から K さんがコンティニューコインですね。からアフターマッチさんがお茶、シカゴさんコンティニューコイン配信ありがとうございます。コメントよろしくね、今お願いします。初耳さんがコンティニューコイン2枚ですね。シカゴさんが今日のメインテーマをリツイートしてきました。初耳さんいつもコンティニューコイン6枚ですね。大量のコンティニューコインありがとうございます。初耳さん必見です。ワイワイニュースライブ今日のメインテーマリツイートですね。土山純一さん、お茶バック10配信ありがとうございます。からコンティニコイン1枚ですね。それからキララカットさん、コンティニコイン2枚ですね。それから今日の放送の前にシカゴさん、
米国 CSIS に米国軍事企業とともに日本政府が寄付金を税金から6年間3億円払ってたという、とんでもないですね。だこれが要するに国民の税金、あるいは保険料とか、あるいは年金基金、年金の積立金とか、全てが裏会計の特別会計の中に隠されて、そこから勝手気ままにですね、歴代自民党政権の政治家と財務省官僚がもうほぼ 独善的に垂れ流していると、誰もチェックできないという恐ろしいことが日本で行われてるんですよ、毎年毎年。ということですね。今日の画像、そして次に今日の注目情報ですけど、これは AFP 日本語版で、去年ですね、18年の10月21日付、被害者が責められる社会韓国、ハッシュダックっていうんですかね、 Me Too、 火付け役女性の過酷な戦いと、こういうことで、これは韓国で、検察内部のセクハラについて声を上げた検察官のソ・ジヒョンさん、彼女が検察官、女性検察官だったんですけど、セクハラについて、テレビで、事実を公にして涙ながらインタビューに答えたと、そして放送されたということなんですね。で、この記事の中で、ジョさんの行動は経済や技術が発展した今も社会に深く染み込んでいる家父長制の価値観が残る韓国で前例がないことだったと、そしてジョさんの勇気ある行動を見て他の女性たちも咳を切ったように自分の体験を語り始めたと。で、数えきれないほどの韓国女性がアート、教育、政治、宗教界の権力者たちによるレイプや性的不貧困を訴えたと。で、告発を受けた権力者たちは元大統領候補から世界中の富を総なめにした一流映画監督、アジア全域で知られる俳優、ノーベル文学賞候補に何度も上がり高く評価されている詩人などがいたと。で、ジョさんは自分が検察官だったことで一層屈辱的な思いを味わったと AFP の取材に述べたと。ジョさんが海外メディアのインタビューを受けるのは珍しい。で、検察官は正義を追求する仕事なのに非常に恥ずべきことだと感じたと。犯罪行為について堂々と意見を述べることさえできなかったとジョさんは言うと。テレビで話すことを決めた時はこれ以上耐えられない状態だったと。結局テレビで話したことが社会的自殺に等しい行為になってしまったと。辞職して残りの人生を世捨て人のように暮らす覚悟をしたということで、自分の勇気を振り絞ってですね、Me Too で、セクハラ、パワハラを告発したんですけど、反撃、いわゆる男の方からの反撃によって彼女は検察官の職から排除されるという屈辱を味わったんですね。で、韓国女性の多くが職場でのセクハラを経験しているが、被害を受けた女性が声を上げると騒ぎを起こしたとして激しく非難され、社会的に葬られたり解雇されたりすることも珍しくないと。ジョさんの一件はエリートである検察官も例外ではないことを示しているということなんですね。これ日本も同様なことでしょうね。これ
検察官という、まあ、エリートですよね。で犯罪に、犯罪に立ち向かうという検察官、女性検察官が同僚検察官とかあるいは上役検察官からセクハラを受けてたと。でそのことを耐え忍ばなくちゃいけなかったんだということを彼女は勇気を振り絞って告発したら、その直接彼女にセクハラした上司のなんとかっていうやつが権力を使ってですね、助産を編んだ、アンビション、ビジョンという、あ、じゃないや、上司が権力を使って彼女を官職に追い込んだということで、結局彼女は辞める羽目になったんですね。今日の注目情報です。石森さん、山崎康彦氏ワイワイニュースライブ配信中です。お茶ですね、配信ありがとうございます。から深重さん、コンティニューコインですね。からシカゴさん、責任追及されない官僚、与党政治家、裏帳特別会計、一般会計の4倍で日本崩壊と、石井幸喜さんですね。シカゴさん、一般会計の4倍の特別会計が官僚と自民党議員の財布代わりに使われているいかさま国家と、特別会計を暴き暗殺された石井幸喜衆議院議員ということですね。フルムーンさん、お茶爆店ですね。あ、これは読みましたね。から、オニーベビーさん、お茶ですね。ということで、今日の注目情報、AFP。AFP、たまにこういう長い、なかなかいい記事を配信するんですね。これハンギョレ新聞の記事だと思ったら AFP だったんですね。ということです。そして、今日の朗読ですね、推奨文。これは今回は第55回目になりますね。第2章、経済蝕む官企業、特殊法人と公益法人など。第2節、特殊法人は法的には幽霊だと。で今日はこの第2節の最後の項目ですね、国民のメリットは 何一つないということで、1ページ2ページちょっとですね。そして明日金曜日は新しい第4節に入るんですね。利権に利用される公益法人ということで、公益法人とは何か。天下り先の防衛に必死の防衛庁から、公益法人と政治家の関係、勝手に国民の借金を増やす民党機構から経済無知から出た災い、第三セクターから大規模開発の夢の後、苫小牧東会社の解散から、もう一つの曖昧法人、認可法人から、地方も国の掃除系、地方公社があるんですね。それで第5節なんですね。就業人口を構成に見る歪んだ姿と。第5節。結構、先は長いですね。第5節の後が第3章、公共事業という名の収奪システムというところに続くんですね。ということで今日のところ読みますね。国民のメリットは何一つないと。堀内氏の認識の中で私と異なるのは、新日本石油など石油公団の子会社が
民間企業に奉仕したという部分であると。新日本石油の場合、公団と出出光の共同出資であり、出光は何の損失も負担していないのだと。確かに会計整理の会社整理の段階で出光にも負担を求めるべきだというのは正論であると。しかし政界と通産官僚にとって、石油公団の子会社の存在意義は、共通の子会社を持ち、そうした関係を通じて石油業界に国の金を流し、その見返りに石油業界から政治資金と OB の天下り先を獲得するということでしかないと。そういう構造の中でしか生きられない出光側としては、それに協力しただけなのだと。旧通産省に協力した出光が必要な利益を確保するのは、歪んだ仕組みの中、ある意味で当然であろうと。それにしても堀内氏がその後公団の廃止に尽力していないのに尽力しているのは絶賛に値すると。石油公団は石油各社と結んで合計266の出資会社を作ったと。海外の陸や海に穴を掘り、自主原油を確保しようという触れ込みだが、所詮は国が自らやるべきことではないと。本当の目的は旧通産省の権益確保と、石油業界への資金注入であると。石油連盟などの業界団体と大手石油会社を通じて政界へ流れる多額の資金パイプと密接不可分の関係があるのであると。公団の子会社によって石油が採掘され、投資が成功したというケースは皆無に近いと。公団に言わせても採算が取れているのはわずか7、8社に過ぎないと。1003つと言われる炭鉱博打に税金を注ぎ込むなどということが許されていること自体、この国の不思議さを物語るものだと。当たらなくて、当たり前と言える石油採掘名目の石油資金は政治家にとっても誠に都合が良い。所詮はインドネシア、所詮はインドネシア沖かカムラン湾に沈む捨て金だと。何の例の伊豆事件も政界との関わりで、動いた数十億の石油資金だったのであると。見方によっては末善に手をつけただけのことであると。異例の告発をした堀内氏は、平成10年7月の橋本政権崩壊とともに通産大臣のポストを去らなければならなかったと。小渕内閣でその後任に起用されたのは与謝野薫氏だったと。与謝野氏は通産政務次官も経験した通産族議員であると。堀内氏の告発について通産省は平成10年9月石油公団の再建策をまとめたと。炭鉱の失敗などに伴う損失は約4000億円で、優良会社の株式売却益などで穴埋めできるという内容のものだった。これについては与謝野氏は、公団事業の本来の在り方に沿った運用がなされていることを示しており、ほっとしていると語ったと。与謝野氏は通産官僚と結託して堀内氏の告発を否定したのであると。それこそが日本の政界では正統派の行動様式であると。与謝野氏は当時、政財界の若手の集まりとして注目されていた交流会の世話人であったと。
交流会は竹下登元首相と経済同友会の牛尾二郎代表幹事が呼びかけ人となり、時代を担うリーダー候補に参加を求めた勉強会で、その世話人となることは将来の首相候補を意味すると。そういう人物はいわば政界業結合体からの後押しがあると。おそらく与謝野氏の場合も堀内氏のような人物が通産大臣の椅子に座っていたのでは、石油業界の目先の利益を損なうということで、後釜に送り込まれたはずであると。また旧通産省の官僚たちにしても、そうした後押しがあればこそ堀内氏の命に対しても命に対しても木で花をくくった対応をしたのであると。日本の政治というのはこういう世界なのであると。だからこそ官僚のデタラメな運営がまかり通っていると。私は沈黙しない。政官業の癒着、権力に対して断固として戦わなければならないと。石油公団が存在していることによって国民のメリットは何一つないと。海外の炭鉱事業は石油会社のやることだと。欧米のメジャーに対して日本の企業では太刀打ちができないから支援組織として石油公団が必要だというのは旧通産省の言い分だと。石油資源の自主開発は必要とも言うと。それでは公団の支援のもとに日本の石油企業がメジャーになったのかと。昭和42年の設立以来35年余りやってきて自主開発体制ができたのかと問わねばならないと。支援するにしても日本の石油業界が本当の意味で強くなるために政治がなすべき方法があるはずである。それは外交だと。また石油危機に備えた備蓄が必要というのが公団のを擁護する旧通産省のもう一つの言い分だと。しかし備蓄は民間石油会社に政府が直接委託すればよいと。その方がはるかに安く効率的だと。石油公団の存在理由は何もないと。直ちに廃止すべきであるとこういうことですね。ということで今回のあれで第3節が終わって、明日金曜日第4節利権に利用される公益法人の最初、公益法人とは何かというところです。寒川さん拍手ですね、ありがとうございます。シカゴさん、官僚支配で日本回復の自滅の回避策とはということで、25のプログラムですね。官企業の全廃で経済は覚醒と。本当そうですよ。だから特別会計を全廃なんですね。200兆円全部歴代自民党政権の政治家と財務官僚と彼らが作った3000に上る特殊法人、その会社、その子会社、孫会社等々、総計400万人が従事する官経済を解体するということしかないでしょうね。日本経済の再生は。朗読箇所、日本が自滅する日、石井光輝第2-3第2章、経済蝕む官企業第3節、経済のブラックバス、特殊法人の姿、国民のメリットは何一つないとですね。でシカゴさん、結局テレビで話したことが社会的 自殺に等しい行為になってしまった。辞職して残りの人生を寄せ人のように自ら覚悟したという、これですね、先ほど MeToo 運動ですね、ということです。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、日本の諸悪の根源ナンバー1は
すべての予算権、予算編成権、予算分配権、予算出納権、予算決算権を国会ではなく自民党政権の政治家と財務官僚が独占していることだと。これなんですね、今日の。そのために彼らが独占しているから歳出規模100兆円の一般会計しか一般公開されず、歳出規模倍ですね、200兆円の特別会計が完全に隠されてんだと。自民党政権の政治家と財務官僚は毎年200兆円の税金を裏帳簿の特別会計から補助金として約3000の関企業、特殊法人とか子会社とか孫会社に流し、民間経済を圧倒する巨大な官製事業を400万人を雇用して行い、日本を他国にはない、には存在しない異常な官経済国にしてんなと。で、下記の比較リストを見れば、日本経済が他国には見られない異常な関係財国であることが一目で分かるんだということで、先ほど今日の画像で、取り上げました、お見せしましたけど、私が作ったですね、この日本、フランス、イギリス、ドイツ、米国、先進5カ国の名目 GDP から国家予算規模、その割合ということで、これ基本情報というのは石井幸喜さんの本の中に書かれている数字なんですね。ですから不倫ですよ。1999年ですよ。日本はその当時の名目 GDP が510兆円と、それに対して国家予算規模は350兆円と、一般会計60兆、当時ですね、今は100兆です。そして特別会計200兆、地方が90兆ということで、全部合わせると350兆というのは GDP、 名目 GDP に対して 68.62% という異常な割合なんですね。フランスが163兆円に対して31兆円ですから 19.01%、 英国が164兆円に対して 45.6 兆円ですから 27.80、 ドイツが240兆の GDP に対して40兆円の予算で 16.66 と。そして米国を付け加えて、これは2018年の最新のやつですね、 GDP が名目2256兆円と、これに対して国家予算が492兆円ですから 21.86 と。だから大体、まあ主要先進国は 20% から、多くてもイギリスの 27.8% とこういうことなんですけど、日本は 68.62% というとんでもない、国家予算規模なんですね。で、その最大の原因が200兆円の特別会計が完全に隠されていると。そして、全てこれが官企業に回されているということですね。で、安倍の海外へのばらまき約束120兆円、これもここから出ているということなんですね。全部税金ですよ、これ。一体どうなってんのと。ですから、日本の諸悪の根源ナンバーワン、この全ての予算権を政府官僚から国会に戻すというか、国会に移管するということが絶対必要ですよね。そして特別会計200兆円を全廃すると、官経済を解体するということでしか日本経済の再生はありえないという石井幸喜さんの結論と全く同じですね。このことが石井幸喜さん以外の政治家誰も言わないと、山本太郎も言わないと、学者も言わないと、マスコミも言わないと、オピニオンリーダー誰も言わないと、野党政治家誰も追及しないと
特別会計のことを国会よ、で追及する、野党政治家見たことないですよね。何なんですよね。何なんですか彼らは。知ってて何も言わないと、殺されるから怖いから取り上げないということなんですかね。で、該当記事として、この執行機さんの GDP に占める公的需要は極端に大きいと、このことですね。第2章第1節、日本は完成経済の国だ、この中の一節ですね。 GDP に占める公的需要は極端に大きいと、これなんです。極端に大きい理由は、特別会計から毎年200兆円もの税金が官企業に流されているからなんですね。そして、今日のテーマで、この記事を見てですね、今日のテーマこれに決めたって言うんですけど、これは東京新聞の、3月12日付、財政赤字4年連続1兆ドル超、国防費増、米予算教書を提出という記事があったんですね。でこれ別に何でもない普通の記事だと思うんですけど、でも非常に重要なことを書いてあるんですね。この中で、予算教書は施政方針を示す一般教書や大統領経済報告と並ぶ三大教書の一つと、ただ大統領の提案との位置づけで強制力はなく、予算編成権は議会が握ると、ここなんですよ。議会が握ってるんですよ、アメリカは。予算編成権から全ての予算権は議会予算局っていうのがあって、そこが予算を編成し、予算を分配し、予算の遂行権を持って、で最後予算決算もすると。日本は決算なんかしてないですからね。ひどいもんですよ。で一番大事な、一般会計の倍の規模の特別会計という政治家と官僚の財布が隠されて、国会で誰も追及しないと、誰も答えないと、異常な世界なんですね。日本が自滅危機ですが、アマゾンオンデマンドでペーパーバッグで、購入可能ですということですね。深重さん、そうですね。からフルムーンさん、本当にそうですね。特別会計特殊法人のことも誰一人追及してくれませんねという。何やってんですかね、日本の野党は。だから日本の野党はあれですよ、共産党含めて今の立ち位置が非常に居心地いいんですね。ですから共産党は健全な野党でいるというふうに言ってましたよね。だから自民党政権、安倍政権を命を懸けても倒すんだという気概は一切ないですよ。彼らは一人4000万円ぐらいの年俸で満足しちゃってるんですね。そこは日本国民の悲劇ですね。戦う野党政治家がいない。だから石井紘基さんなんかまさにそういう人だったんですけど、敵はちゃんと見てんですね。敵にとって本当の敵は殺すとこういうところで、彼は狙われて、いわゆる個人的な金銭の恨みで殺されたんだという表の理由で、一件落着してるんですけど、実は背後に、権力中枢がいるんだと、いうことを言ってますよね。江田さつきさんが、時の権力の中枢のにとって大打撃を彼が与えるようなことを追求してたからだと。
それは一体誰かというと、2002年の10月25日彼が殺された、その時の当時の総理大臣は小泉純一郎と、小泉組のヤクザの3代目かなんかですよ。ヤクザですよ、横須賀の。それとアメリカはブッシュの息子、ネオコン戦争派の代表格で、2001年 9.11 米国同時テロを自作自演で、アフガニスタン、それに続くイラクへの侵略戦争の口実を作ったと、アルカイダがやったんだとこういうことを口実にしてアフガニスタンに侵略し、イラクに侵略したという張本人ですからね、ということですね。何でしたっけ、ですからこの東京新聞のいわゆる別に普通の経済記事ですよね、この中に非常に重要なことが書かれてたということが今日のメインテーマの動機になったんですね。何書かれてたと、これがそうですね、東京新聞、これのタイトル、砂月さん、お茶爆店ですね、シカゴさん、海外にばらまき222兆円、6分の1子供が貧困、奨学金、学生ローン事故の日本とばらまき外交の現地特別会計、どっからと、長州新聞ですね。深重さん、日本が自滅する日ですが、あ、これですね、購入可能ですね。で、この東京新聞の URL。それで私が非常に重要だと思った箇所、予算教書はここですね。日本との雲泥の差がここであるんですよ。議会が予算編成権を握っちゃってと、予算教書は施政方針を示す一般教書や大統領経済報告と並ぶ三大教書の一つ、ただ大統領の提案との位置づけで強制力はなく、予算編成権は議会が握ると、これですよ。日本は自民党政治家と財務官僚が握っちゃってるということですから、何でもできるんですね。予算編成権から予算の分配権、それから予算の追悼権、予算決算権、全部政府財務省が握ってるから何でもできると、やりたい放題と。その結果が借金1090兆円、世界最悪のGDP 比、240% になると。そのことを国民は知らないで、どうにかなんじゃないと他人事のように考えているということですよね。それとあとアメリカの場合、一般教書って言うんですけど、これも大統領には立法権がないですね。だから一般教書の中で、法律として何が必要かということを一般教書の中で国民と議会に提案すると、そして立法権を持ってんのが議会なんですね、議員なんですね。だから議員一人でも立法できるんですね、アメリカの場合。日本は野党議員がいくらいい法案を
提案しても衆議院で10人参議院で20名の賛同者がいないと委員会に諮れないと。10人20人なんていうのはまさに大政党ですよね。そして予算が必要な法案に関してはその倍ですよ。衆議院が20人参議院が40人、だから要するに議員立法を完全にこのことで、事実上できなくしているということですので、日本の場合は全てが内閣が起案し国会に提案して、時間が来たから採決するということで強行採決して、そして本会議に、上程して本会議でも多数で、通しようという、とんでもないことが起こっているんですね。ですから私が言っている日本の諸悪の根源の、今日は全ての予算権が政府財務省が握っていると、そのことによって、予算規模倍の特別会計が完全に隠されて、毎年200兆円の税金が官経済の方に流され、400万人の雇用で3000以上の特殊法人子会社孫会社にを潤していると、そのことが誰も追及しないと、野党も追及しないと、学者も何も言わないと、マスコミも何も言わないと、オピニオンリーダーも何も言わないと、誰も言わないと、志位高輝さんとから、我々ぐらいしか問題にしないという状況ですよね。それと、内閣には立法権がないんだとこういうことですよ。憲法第41条の国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関であるということですから、法律の起案とかあるいは国会への提出等々っていうのはアメリカと全く同じで内閣じゃなくて、国会にあるんですね。そのことを完全に無視して、内閣にも立法権があるんだということで、ほとんどの法律を内閣が起案する、そして国会に提出して、先ほど言った時間アリバイ的に時間を過ごして、アリバイ的に時間を過ごして時間が審議十分したからということで動議を出して、強制、強行採決して委員会採決して、そして 国会に、法案を通して、それでもその場でも多数で決めて法律として通しちゃうというのがこの間の歴代自民党政権がやってきたことですので、これはもう完全に憲法違反なんですね。それと憲法第73条の内閣の職務の中に7つあるんですね。内閣の職務で予算を起案し提出するっていうのは中に入ってるんですけど、でも法律を起案し国会に提出するなんていう内閣の職務は一切書かれてないですね。だからないんですよ。内閣には法律の起案権も国会の提出権もないんですよ。それを大嘘ついて、憲法違反であにもかかわらず、この間ずっと70年間自民党政権は自分たちにも立法権があったということで、法案を作って強行整理させてきたということで、全て無効なんですよ。本当無効なんですよ、ということですね。だからアメリカのこの東京新聞の記事を注意深く読めば非常に重要なことが書かれてますね。で、一つはアメリカ大統領には一般教書を出すという意味
は何かというと、さっき今言いましたように大統領にはあの立法権がないということで、自分たちのいわゆるこの1年間の政権が目指す主要テーマを一般教書の中で、提案し、それに必要な法律を与党の国会議員に提出して、整理してもらうという間接的なことなんですね。それと予算教書ということで、この東京新聞の記事の中にありましたように、予算編成権はアメリカは議会が持ってるんだと。すべての予算に関する権限は議会が持ってるんですね。ですからトランプが無理やりですね、メキシコとの国境で60億ドル、6000億円、7000億円の巨額な壁を作る予算を主張しても、民主党が多数の下院では通らなかったと。だそれに対して彼は大統領権限で、予算、今回はなんか90億ドル9000億円ぐらい、を要求したということなんですね。ということです。自立コミュレンさん、拍手配信ありがとうございますということですね。シカゴさん、小泉純一郎の5大罪、大きな罪、1イラク戦争への参戦、35兆円の米国債購入で戦費調達と献上と、から2非正規社員の拡大による格差社会の元凶と、そうですね、3米国年次改革要望書郵政民営化含む通りの売国政治と、安全装置撤去による福島原発事故の元凶と、石井紘基警部の暗殺依頼と、これがプラスになりましたねそうですよね。権力中枢というのは彼でしょうね。それと石井紘基、衆議院を打って首相になった菅直人と、石井紘基議員を打って首相になったと、菅直人と、小泉&安倍政権のバックも、菅直人政権のバックも同じ CSIS ジャパンハンドラーズ。菅直人は CSIS マイケル・グリーンのお墨付きだったという。そうですね、だから鳩山を下ろすからその後はお前だと言って、彼は右翔太になっちゃって、それで、財務大臣の時にワシントン訪問して、もう自分は首相になったつもりでアーリントン墓地かなんかに喧嘩したんですねフルムーンさん、米国では全ての予算についての権限は議会、国会が握っていると。これ憲法に書いたんですよ。それから国債発行権も議会なんですね。通貨発行権も議会なんですね。連邦、憲法に書いたんですけど、でも通貨発行権は FRB が握っちゃってると。だから借金も日本と同じように、連邦議会ではなくて、アメリカの財務省が勝手に財務省ボンドを乱発しているということで、憲法違反が常態化してるんですね。なぜかというと、アメリカには本当の意味の憲法の番人、憲法裁判所がないからです。日本もないと。憲法裁判所がない国っていうのは無法国家なんですね。イギリスにもないですね。他の国はあるんですね。で、韓国に、憲法裁判所ができたおかげで、パククネ、権力犯罪を摘発できたということなんですね。ということで、今日のメインテーマはそういうことです。59分54秒、閲覧61名様、計126名様、
コメント50件ですね。ということで、今日のトピックスですね。米国側、トランプ、ポンペイ、ボルトンの合作で首脳会談の1週間前からハードルを上げたというハンギョレ新聞。なぜ、土壇場でちゃぶ台をトランプがひっくり返したんだという背景をこのハンギョレ新聞この記事は追求してるんですね。1週間前から特にボルトンの彼はネオコン戦争派の最右翼ですからね。一時はボルトンを北朝鮮との交渉の席からトランプを外したんですけど、再度彼を入れたということで、ボルトン路線、極右路線に彼は乗っかったと。でポンペイも乗っかったということは、1週間前からこの3人が強硬路線にハードルを上げたという、おそらくこれ正しいでしょうね。から2番目、トランプ氏選対元幹部量刑追加で、刑期7年半ということで、だからトランプを大統領に、押し上げた選対とか、あるいは顧問弁護士が軒並み、刑務所に行ってんですね。で、顧問弁護士は深く反省してるんですね。トランプっていうのは詐欺師であり、ペテン師であり、人種差別者だと。10年間も彼の下で私は弁護士として働いたことを本当に恥じてますという大暴露してるんですね。K さん、狂犬マティスが悪魔の化身と呼ぶ男ジョン・ボルトン、そうですよね。マティスすら悪魔の化身と呼んでボルトンのこと言ってんだから、どれほどのとんでもない扱ったか分かりますよね。あのヒゲ面の親父。だからあのベネズエラの、あの大混乱の中でボルトンがメモで5000人の米国兵士をとりあえずコロンビアに派遣しろというメモを持ってたと。それをあのスクープされたんですね、どっかの新聞にね。だから彼はもう完全に、軍事介入すると、ベネズエラを軍事介入して、マドゥロ政権を転覆させるという方針で、やってるんですよ。副大統領と一緒にやってるんじゃないですか。戦争をネオコン戦争派の最右翼ですよね。からこれはすごいですね。米カリフォルニア州知事死刑執行の一時停止を導入へ、737人の処刑が延期になったということで、彼はカリフォルニア州ギャビン・ニューサム知事という民主党の知事で、去年選ばれたばっかなんですね。だからいいことですよね。もともと彼は死刑反対論者だったんですね。で知事になって早速処刑を一時停止。だから彼が任期中はずっと停止でしょう。からベネズエラ検察、野党指導者を捜査、停電関与と主張ということで、日経新聞ですね。大停電が起こったと。これはもう完全に CIA の工作ですよ。それに、グアド国会議長が関与しているということで、まあ当然でしょうね。ベネズエラ検察が捜査を開始したと。
多いようですね。からスペイン市北朝鮮大使館襲撃の容疑者が CIA に関係と報道と AFP。 これはなんかハノイでの首脳会談の5日前かなんか、突然スペインの北朝鮮大使館に10人の男が侵入して、会員を縛り上げ、コンピューターを持ち去ったという事件があって、その容疑者の中で10人の中で最低2人は CIA と関係があるということをスペインの新聞紙が暴露したんですね。それはそうですね。で、目的は何かというと、このハノイの首脳会談にも出席してた北朝鮮の高官の個人情報を集めるために、侵入したんじゃないかということですね。キムって言うんですね。容疑者らは特にキム氏に関する情報を探してたと伝えていると。キム氏はキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が最も信頼する側近の一人とされるということで、元駐スペイン大使だったんですね、キム・ヒョク・チョルという人。彼の個人情報を取るためにわざわざ侵入してコンピューターを奪ったということらしいですね。あと今日の重要情報ですね。安倍首相が公約の9割成果と厚顔無恥の発表ならば、2017年総選挙の公約と成果を検証しようと。リテラですね。シカゴさん、ジョン・ボルトン米大統領補佐官が手にしたノートに、これですね、兵士5000人をコロンビアへとの走り書きがあるのが目撃されたと。兵士5000人をコロンビアへ、大統領補佐官がメモ、写真に捉えちゃったということなんですね。今日の重要情報ですね、リテラ。これですね。ということで、今日の放送、木曜日の放送はこれで、終わりですね。公約の9割、同じですね。リテラですね。シカゴさんのコメントと一緒ですね。時間が68分5秒ですね。閲覧63名様、計132名様、コメント59件と。からたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインと、それからギフトですね、いただきました。ありがとうございました。ということで、今日木曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で夜の10時19分ですね。ということで、明日金曜日、放送ありますので、もしよろしければまた合流してくださいということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わります。コメント39でしたと。お疲れ様でした。砂月。